こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております、コラボゼナーです。小さな会社は動画をするべき、その3いきたいと思います。それは何かと言いますと、イメージ動画ってありますよね。大手がやってるような CM っていうのは社長さん一切見えません。時の芸能人を入れてみたりとかですね、それに見合った俳優さん、また、そうですね、一般の人たちでも、言ってみれば女優を目指してるとか、劇団の中からこう卵、そういうような、卵の人たちがこういて、やるわけなんですけど、確かにイメージっていうのはあると思うんですけど、名前があるからですよね。しかし、ちっちゃな会社が選ばれる理由の中には、やはり経営者っていうのが非常に重要なんだと思うんですよ。何を買うかっていうよりも、誰から買うかっていう言葉があります。こんないい社長さん近くにいたんだとかね、そういうふうなことっていっぱいあると思うんですよ。で、やっぱり考えてることとかやってきてることっていうのは、非常にその求めてる人たちに知ってもらえれば選ばれるはずなのに、知ってもらえないがために選べないという事実があるということも、これ、認識していただきたいなと思うんです。ということで、社長が動画で発信していく時代が来ております。レッツ動画。